さっきの話の続きが、はい、な、左方向この先レベル3、白バイ、そう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 僕らはあの深い話をしました、深い話をしましたね。あ、そうか、これを気にしてるわけだ。これを気にしてます気にします。でもいいんですね、こうやってたまに車で移動しながら。そうやな、こうやってそういいですね、ミゼラス必要やな。いや、僕らが信号青やったんですけど今ね、あのでも俺は待ちましたね、あの人を見て、はい、パッと見て、はい、すみませんっていう感じの人やったから、はい、こっちもそう、はい、そうそうそう、あれがいかついやつやったら、はい、信号守らんかいと、信号守らんかいと、やっぱあのしませんよカットなんて、フルで流しますよ本当。やっぱ人って鏡ですから、自分の。そうなんかその悪態ついたこういう肩で風切ってるような人に対しては僕らもなんかその怖いとかいうよりもなんか人として筋が通るんだろうみたいな、はい、働いてね、なってなっちゃいますよね。そう、今の人は本当にすいません新聞見てませんでした、ごめんなさい迷惑かけてっていう感じの、もう元々オーラが出とったから。出てましたね、しかもバックステップめっちゃ速かったすいませんすいません、あ、ごめんなさい信号見てませんでしたっていう。で、またこっちを見てくれたよ。はい、あれとも好きなの。あ、こっち見て会釈しちゃうのか、ごめんなさいって、なんかこっちもなんかいや、そうです、こちらこそ、こちらこそ信号青になってすいません、みたいな訓練ことしてはったやな確かにちょっとうつむき加減で、あれで入りましたけどね。これが良かったなっていうのもそうですね、これも荒くたい運転やったらパッパーって鳴らされて、あ、そう、パッパーの思い出しましたけど、この間ね、あれなんですよ、自転車またちょっと始めまして、メンテナンスもして、まあお気づきやと思うんですけど、僕ちょっとだけ太ってるじゃないですかそれちょっとだけちょっとだけその若干、はい、ちょっとだけ太ってるのでちょっと痩せなんかなと思って自転車で走ってたら、一方通行の道に逆走のタクシーが入ってきました。お、まあ、車通れる道なんですけど、はいはいはい、一歩通行ない。僕車の後ろをゆっくりついていってたんですね、うん、そんな飛ばしても危ないですし、ゆっくりついていったら前でなんか揉めてるんですよ。そしたら一方通行の道なんですけど、タクシーが向かってきてて、おっちゃんが入ったあかんねーってこう前の人が、はいはいはい、なんやーってタクシーのおっちゃんもなんでやー、自分が悪いのに、こっちやろー、違います、こっちです、え、なんや、なんや、わーってなってタクシー無言でバックしました。すげえ、やっぱタクシーの運転手すげえなドライビングテクニックドライビングテクニックすげえな、バックで帰ってた、すごいな、タクシーが悪いから、タクシーが悪い、逆走ってテレビの中だけの話じゃないんやいろいろ気づかされることがあります、人生生きてると。気づかないことって多いじゃないですか。でもその気づく気づかないは、はい、自分の気持ちの持ちようというか、はい、ね、そこに気づく能力っていうのもあるし、うん、ね、何も考えてない人なんか絶対そうですね、気づかへんっていう言葉もあるし、今でいいってことはないじゃないですか、現状維持って、はい、絶対それももうそれ衰退と一緒ですもんね、対価と一緒、自分はやっぱその仕事できてるとか思わないにし、思わないようにしようとはずっと思ってます。いつまでも僕はペーペーですし、いつまでも僕はあの若手なので、事務所でもう哲平君ももうなんかだいぶ仕事してるよね、え、僕ギュッてしたら2日ですよ仕事ギュッて集めた2日しか仕事してないですからねって、え、じゃあちょっともうちょっと稽古使ってってこうマネージャーとかもねこうボケで言ってくれるんですよそれぐらいやっぱ僕らもこう仕事してる上で謙虚でいなきゃなとは思ったりしますけど、でも今日僕らは2人でミーティングをして新しい気づきもあり、そうね、反省もあり、反省もありということで、ね、この
ミュージックガレージがどうなっていくのかっていうのを皆さんには知っていただきたい。ちょっと待って、どうしました、どうしました、なんかもうまとめようとしてる。してます、してますで、これ何、俺今気づいたけど、はい、YouTube で流すつもり、流すつもりです。嘘やん、あのミュージックガレージの告知です、うん、まさかの車の中からお届けする。マジか、はい、だからまとめてるところもあります。そうですか、いや、まあ、藤岡里夫さん、いやいや違うね、ドンキーさん今日さ、ドンキーさん今日会った時からそれ言ってきますけど、じゃあ俺もな、はい、要はあの俺もこうやっぱり変えていかなあかんなって、ドンキーさん自身も、そうで、やっぱりいつまでもこの、まあ言うたら今回も全然カットでいいんやけど、はい、リアルなことを言うと、まあしませんけどね、リアルなことを言うと、はい、僕らもこうやってね、お互いのいいとこ吸収しながらね、番組やっていけたらなと思います。はい、ミュージックガレージ、うん、皆さん楽しみにしておいてください。ます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 パワーアップしていきますので、お楽しみに。それではドンキーさん、はい、デイリー山崎行きましょう。チャオデイリー山崎、あれですね、到着したから僕は無理やりこう締めた